ちゃこんにちは。さゆたかさん、はい、全野球ファンというか、まあ、巨人ファンがずっと思っていたこの一つ悩みがちょっとクリアになったというか、まあ、悩んでたの、はい、原監督続投するのか辞めるのかっていうのがもうずっとのシーズンから言われてたんですけれども、ここでそう契約残ってるから辞めないですよ、まあ、一応続投が決まったんですが、実はその原監督が進退伺いを出していたと、辞めるつもりで行ったんですけれども、まあ、山口オーナーがだから言ったじゃん俺、はい、原は勝って辞めるって、うん、はい、ね、そうですね、うん、だからそんな負けたからって辞めないよ、あの自身初なんですよね、 B クラスっていうのは。まあそれは長年やっとけばさ、はい、そのぐらいなる時はあるけどさ、うん、まあだけど原監督の性格からすると、はい、やっぱ勝って辞めるよね、必ず負けて尻尾巻いて逃げるっていうようなことはしないよ。まさに、まあ、尻尾巻くって言ったら変だけど、はい、勝ってバトンタッチをして責任が終わるというふうに考える男だから、はい、それはやめないよね。そうなんですね、まあ、鼻から分かってたよ、ね、もうそんなことは、やっぱりその監督は自分に慢心があったと素直に反省をしたというふうに山口オーナーが話していたんですけれども、うん、慢心っていうのはやっぱりあったんですかね、原監督にも。まあやっぱり長年やるとさ、マンネリ化してくるよね。やっぱアイデアが次々浮かんで、はい、それを次々遂行できるような場所でもないし、はい、まあ、監督の立場からするとね、うん、だからそれは慢心というか、はい、マンネリだよな多分。マンネリ、例えば自分が監督だから絶対にこのチームは勝てるだろう、自分の采配でっていう慢心ではないっていうことではなく、じゃないと思うよ。だからやっぱりこう戦うんでさ、うん、はい、やっぱその状況状況においてサインとか、はい、戦略とか戦術っていうのは変わってくるし、はい、まあ、そこら辺は新鮮だけども、はい、やっぱその置かれてる環境というかさ、はい、まあ、選手も大きく変わるわけじゃないじゃない、はい、おい1チーム変わっちゃったよみたいな、うん、そういうわけでもないじゃない、うん、だから俺は満身というよりはマンネリだと思うよ。あー、マンネリ、うん、うん、でそんな中、その山口オーナーがコーチ人事は今まさに進めているところ、いろいろな見直しは必要だと思っています、うん、来年勝てるための体制を作っていくことだと思っていますということで、これコーチ陣が、まあ、今年さ、はい、まあ、4位に終わったっていう原因はコーチ業がうまくいってなかったっていうことか、はい、その、まあ、原監督ではなく、そのやっぱそれを支えるコーチ、うん、いやいや、それは原監督が残るとしたら、うん、責任はどこに置くんだって言ったら、もうじゃあコーチだっていうことなんでしょ、はい、うん、言えばね、そうですね、はいはい、ということで、まあ、その今いる中での場所の配置転換も含めてコーチ陣がもしかするとそれプラス全部一新される可能性もあるということで、今日は豊さんにズバリ、わかんないよお前まあ、私、ね、ズバリしか言ってない、ズバリ、いや、それはわからないけど、組閣、組閣、はい、まあでも高橋尚成、はい、ピッチングコーチ、はい、これは入るんじゃないの、あのシーズン途中で臨時してましたもんね、呼んだよね、はい、だからまあその頃からなんかいろいろ動きはしてるんだろうね、ああ、なんか模索してたのかもしれない、うん、でそんな中であるコメントがちょっと話題になってたんですけども、桑田さんの息子さんのマットさんが、うん、もうパパ壊れちゃうとコメントしまして、なんで壊れるんだよ、なんか家族にポロってやっぱ桑田さんが、まあ、愚痴というか、そのやっぱりちょっとなんかあったでしょうね、ベンチの中でもうこぼしてて、まあ愚痴も出るよねそれは表出しちゃいかんけどな、まあ、まあまあ相当コーチ陣もいろいろ心情がいや、そらね、あのね、やっぱ結果が出ないとかそういうになってくるとやっぱ疲れるし壊れそうになるよ、うん、だ次の手は何をしようかな、こう言ったらいいのかな、ああ言ったらいいのかなって、やっぱコーチも選手以上に悩んでるよ、それが仕事だからさ、はい、そう壊れちゃうか壊れちゃわないかそんな知らないよね、あとその例えば一部、まあ、のメディアでもその原監督とその桑田さんの関係性だったりが、まあ、あまりうまくいってないのかなとかそういうのも出てたんですけれども、なんかいろいろあのね、結果が出ないとうまくいってないような見方はされがちだよね、はい、もうそれはもうしょうがないよね、もう勝負の世界の鉄則みたいなもんだよ、もうそうなったらそうなるだろうみたいな、うん、それはもうしょうがないよね、結果が出て、いや結果が出てるけど不仲説なんて出たことないでしょ、そうですね、だからもうそういうふうに書くしかないんだろうけどさ、うん、
だからまあそういううがった見方はしないで、うん、まあ、結局何がベストなのかっていう、まあ、そういうのを探し始めたっていうことでしょ。そうですね、桑田が悪いとかなんとかっていうよりも、うん、桑田が他の球団のピッチングコーチだったらものすごい能力が発揮されてるかもわからないけども、うん、巨人だったらまあそういうなんていうの愚痴になるような結果が出ないし、うん、ね、そういうことになってきてるんじゃないの。特にやっぱり巨人そのピッチャーがなかなか育ってないっていうところで、まあ、期待の裏返しがさ、うん、やっぱりねやれると思って期待して早く結果を出さなきゃいけない商売だから、はい、それはなかなか難しいよ人を育てるって。そうですよね。となると、まあ、高橋尚成臨時コーチが今年来たので、うん、はい、桑田さんの今の例えばポジションに高橋尚成さんが入る可能性っていうのはあるんですか。いやそれは分からんな。まあ可能性はなくはないよね、うん、それか2人体制にして1人をブルペンにして1人をベンチに置くとか、はい、まあ、小田さんそのままいて、うん、それは分からないけどね、はい、今山口がいるでしょ、はい、だからそれは分からないよね、うん、なかなかね。そうですよね。あと元木さんはどうすると思います。元木はそのままじゃないの。原さんもね寄せてます。いやそこら辺はさ全く分からないよねまだ。あ、豊さんでもなかなか分からないよ。例えば安倍さんとかどうなるのかなとか。安倍コーチは、うん、でまあバッテリーコーチ、うん、まあ、実松っていうのがいてね、はい、で安倍晋之助の立場っていうのは分からないけども、うん、まあ、能力も見ただろうし、うん、晋之助のね、うん、次への監督へのステップっていう準備勉強してるかとか、まあ、原監督が判断してると思うけども、はい、やっぱりこうそばに置いて、うん、晋之助をこう育ててたんだろうけど、はい、これがポンとなると外れると、まあ、その路線から外れたということになるよね。あ、そうですね、うん、あと亀井さん、亀井コーチ、はい、ウォーカーがなんか残るみたいな、うん、残る記事が出てたので、これも2人二人三脚の、もうもうセットだから。そうですね。ウォーカーと責任は亀井にあるから、ね、亀井さんはなんかそのままいそうですね。あのウォーカー担当ってこともあります。まあ、亀井は選手時代から監督が評価をしていて、はい、で WBC にも連れてったね、うん、なんで亀井なのって言われたら、やっぱあれだけの守備を誇ってたという、はい、まあ、ポジショニングから含めたり肩の強さ、ね、落下地点への入る素早さ、うん、こういうのは評価してたし、それで、まあ、今年1年目のコーチ業を終えたけども、はい、いやすごく評価に値すると思う、うん、ウォーカーをあそこまで鳴らしたということでは。だから亀は残るんじゃない。もう亀さん残りそうですね、うん、村田修一さん、いやこれは分かんないよね。ここは分からない。だってさ、村田修一っていうのは、はい、やっぱバッティングが大物打ちだったでしょ、はい、でそれ一塁コーチはするじゃない、うん、どういうコーチングをするんだって走らない人が。あ、だからここら辺がやっぱジャイアンツの間違ってるところというかさ、確かに、例えばコーチでも一緒にこうピッチャーの癖を見てて走り屋がね、うん、いやここにあるなって、うん、で選手にちょっとあそこ見てみろってとか、村田じゃできないでしょ。だからここら辺はやっぱ間違いだと思う、うんうん、だからといって外すかどうかっていうのは分からないけども、はい、まあ、ホームランバッターが多いからね巨人、うん、だからその村田のアドバイスっていうのはすごく効いてるとは思うけど、うん、だからこれを外すか外さないかっていうのは分からない、うん、豊さん逆にこういうコーチ、このコーチ入れてきたらいいんじゃないかなって思う、もう手詰まりだな、ジャイアンツは手詰まり。いやあれだけのさ人事を入れ替えたりどの子のしてて、はい、それは手詰まりじゃないの。もうこれ以上ちょっといないというか、ほとんどいい方持ってきてますか。やっぱね新鮮な方がいいよね。例えばやりたくてできなかったっていう牧原だとか、牧原さん、うん、はい、とか、はい、はいいと思う、うん、ずっと外からね解説してて、はい、まあ、それらのことも言うしね、うん、話術も長けてるし、うん、だから牧原なんかはピッチャーのどっかのポジションに置くといいだろうしね、はい、そうですね、今まで入ってなかったんですもんね、うん、それとやっぱこう走るスペシャリストを作りたい、うん、で赤星なんか入れたっていうじゃん他から、はい、だから日テレとかで喋ってるじゃん、はい、ね、うん、それつながりで、いやつながりで、うん、やっぱジャイアンツっていうのはつながりをさ、うん、ものすごく大切にするし、はい、そういうことでもいいし、うん、だからやっぱりスペシャリストを置きたいよね、うん、あれだけの人材をさジャイアンツからその OB として配置してんのに、やっぱスペシャリストを置かなければ俺はいけないと思う、うん、置いた方がいいと思う、ね、うんうん、だから細かいところでもお金があるわけだから、はい、そんな FA で取るばっかりじゃなくて 2,3 人でいいからこの選手を走れる選手にしてくれとかさ、はい、もう本当に個別で渡すとかさ、あ、駅前にある塾みたいな、はい
個別指導員そうですね、もう1人1対3でやつですね。いやもうとか、いやそんなんでいいと思うんですよ。だからそんな感じで赤星なんかはもう走塁というか盗塁のスペシャリストをね作ってくれって言っていて、で一塁に出たら一塁コーチャーにいて癖をこう見ながらとか、どういうタイミングなのかとか、そういう伝えることもやっぱり一塁コーチャーとしては俺は必要なことだと思うけどね。そうですよね、確かに一流コーチはその村田さんだったっていうのが、ね、適材適所だったのか果たしてっていうところっておっしゃってた。いや村田は適切ではないファーストコーチとしては、と俺は思うけどね。だからコーチとしての能力を解いてるんじゃなくて、はい、一流のコーチャーズボックスの役割としたら、機能は俺はしてなかっただろうなって思うけどね、そうですね。あと豊さんいます、このポジションのコーチにこの人いいんじゃないかなとか、まあ巨人が優勝するための組閣、まあ新岡なんかは優秀だっていうふうに、まあ、ちょっと聞いてるんだけど、はい、それはやっぱこう2軍の今監督やってると思うけども、上に上げてね、で1軍の内野だとか、やっぱね今年はね守備も悪かったよ、だからそういう意味では守備をもう少し徹底させないと、まあ、河合とかも呼んできても、河合さん、とか呼んできてもいいし、だからまあそういうような形でやっぱこう優秀な人間いるからね巨人はね、 OB の中でも、で、まあ、他球団でもやってる人もいるし、そういうコーチを呼んできたら、まあ、いいと思うけど、そうだな、まあ、1年間戦って4位になりました、コーチをこう変えます、そうなんかって思うけどね、俺はね。そこだけじゃないっていう、それで変わるのかなっていう。まあそうだね、まあでも誰か責任を取らなきゃいけないし、まあ、監督は残留ということを発表したわけだから、まあ誰かに幸せが来るっていうのは、まあプロ野球の社会では当然なことだからね、まあ今後のどういった人事かを楽しみにしたいと思う、そうですね、